口が楽なのではないよ。いやいやよ、そんなこと言わないで見てみてよ。ほら藤原くん、ほら藤原くん、中野に住んでるキモいやつ、藤原くんの出番だよ。いやいやよ。はい、メリークリスマス。大文字をします、藤原くんです。よろしくお願いします。みんなのお目さんいただき、みゆ様おめでとうございます。みゆ様こと星宮みゆです。乾杯の様子、とりあえずキララです。今日は3人、はい、で結構来るって話だったからさ、めちゃくちゃ広い部屋借りたんですけど、やっぱりコロナがね、うん、700人とか800人とか、しょうがない。そんなわけないよ。今日24日以上みんなさ、デートに行ってるに決まってんじゃん。バカね。みゆは友達がいないここに来たらさ、ぼっちみたいなのさ、寂しそうなもんじゃん。ダサいじゃん。でもしょうがないじゃん、友達いないし。今日はこのメンバーでお送りしたいと思います。お願いします。レイコさんね、2人ともさ、何メガネもすごいな。いや、キラーさんまで来てるよ。メガネ怒るじゃん。ちょっと待って、俺びっくりした。なんで今思ったんだけど、何今思った。そうだけど、夏といえばね、夏といえばね、キラーさんあれでしょ、あれですよ。もう夏といえばね、大丈夫、脂肪落とし、ナイスデイ。夏といえばビキニかな。夏言うたらハモですわ。ドンバーベキュー。すげえすげえ、え、すごい。私スイカ割りにしか頭なかった。クリスマスといえばオーソドックに行こうか。うん、オーソドックスに行こう。クリスマスといったらもう俺はこれしか思いつかない。クリスマスといえばサンタクロース。それはもう決まってますがな。イエス・キリスト様がお生まれになった日ですがな。せーの、ドン。ケーキ。うわー、外した。何あった。おにぎりの具は若者モードで行くか、昭和モードで行くか。昭和でしょ、昭和。昭和、昭和だったら、昭和だったらこれしかない。梅干し。岩下の新生姜。鮭。嘘、分かってんじゃん、私つ名前を。生姜は、あと鮭か梅干し。梅干し。何でも愛してみたいです。すごいんですよ。お味噌汁の具は私は一択なんだけど、ごぼうですかね。岩下の新生姜にしないの。ドン。私もごめん。じゃあ最後いきますね。うん。福岡といえば、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 ラーメン。福がある丘、そんな感じで。ドン。うん、食中。ああ、食中。3問すごいです。すごい、これすごい、すごいです。じゃあ次はみーちゃんと気を楽。私ここら辺からすぐ多分行けると思うよ。東京の名物といえば、これもさ、なんかさ、昭和と平成あるじゃね。東京タワー。これは決まってますがな、浅草東洋館ですから。ドン。この東京バナナね。うわ、ハト。正月にやることといえば、うん、カルタ。ネタ作りと大掃除ですわ。お父様も。あのさ、あのさ、おいくつだよ、もういくつだよ。じゃあラスト、鹿児島のね、代表といえば、もうあれしかない、これしかないんだけど。え、ご自分ついて一発でもう一番最初に浮かぶの、私これしかないけど絶対合わないと思う。さつま揚げ。尖閣諸島。ゆきり AKB の柏木由紀ちゃんは、鹿児島県出身なんです。みんなよろしくね。おい、やっぱこっちやね。だから言ったじゃん、みゆちゃんっぽいって。でも絶対合わねえって、うん、あ、ちなみにこれがね、もし羽場さんと藤原くんだったらどんだけ合ったかっていうのをね、なんか見てみたいね。なんかめっちゃマニアックなのどっかあったらすごいよね。いや、藤原くん、僕ら合わないっすね。やっぱこれ離婚かな。一心伝心ゲームでした。こっからは、年間の反省会。来年やりたいこととか反省会とかやっていこう。来年やりたいこと、うん、来年はでもちょっとメンバー増やしたいよね。あ、そうやな、メンバー増やしたいね。やっぱり、いや、羽場さんは不可抗力だからまあ仕方がないとなって、うん、コンスタントに5人ぐらいで、うん、多い時はやっぱり8人ぐらいいる方がいいよね。昔の大暴走みたいにさ、3対3ぐらいでダイエット企画勝負が成り立つぐらいの、うん、あれぐらいの方がいいよね。毎月来たいって思わせる何かがないと難しいっていう話と、じゃあやっぱりビキニだね。神奈川の大口とか埼玉の大口とかだと、多く4時間をかけてまでこの番組に 出たいかどうかっていうところも関わってくるじゃん。じゃあやっぱりビキニだね。あ、とりあえずまあ来年人数を増やそうってことだね。そう、人数と、あとはやっぱり企画をね、やっぱり人数来てくれる企画をさ、そうだね、翌日具合悪くなるような企画のところに行きたいとは思わないと思う。どっち
ちの方向を呼びたいのか、例えばアイドルさんを呼びたいのか、芸人さんを呼びたいのか、それによって番組の内容も変わってくるよね。だから芸人さんをわちゃわちゃいるような番組と、でアイドルグループが出る番組とじゃやっぱり内容が違う。どっちがいい？芸人の方が強いから、まあね、番組として、うん、みんな喋らないような、なんか何もできないようなアイドルグループホロホロいっぱい連れてきたところで回らないとか、事実な話。まあね、だったら芸人さん来て回してくれた方が番組としては盛り上がるし、喋れない人もそうやって喋れるようにしてくれるから、うんうん、その方が全体的に見てる方も面白い。まずは芸人さんちょっと声かけてみましょう。個人的にはね、恒例ガチ対決を復活させたいよね。まあ、てなわけで、うん、どう締めます？どう締めます？まあ、じゃあ来年はまあね、もうちょっと、だから来年の今頃は人数も増えて芸人さんもたくさんいて、あの本当にもうあのトークがパン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 弾むような、多分今日みたいなね、うんうん、あの維新伝心とかもね、すごいあの盛り上がってレベルの違う維新伝心が展開されてるんじゃないかと思うので、皆さんね、お楽しみにしていただきたいと思います。はい、じゃあ来年から動き回らないとね。はい、一応準備はしてありますけど、とりあえず1本いっとこうよ。これを食べるの？食べよう。私が半分やったらさ、ウヤルコ半分やる？いやいや、しないよこれは。さすがにビビリだ。いや違う、明日の俺夜ね、こんなことしながらいらっしゃいませんってやらなきゃ。知らないよ。じゃあもう藤原くんがビビリっていうことでいいね。いや、いいけど。よしのまとめ、藤原くんはビビはい、いただきます。いただきます。どうか。見て、こんな感じでね、菌がね、あってね。菌があったけどさ、うん、クリスマスのさ、チキンぐらいまとも食べようよ。芸人さんなんだからさ、それぐらい。うわ、いや、言ったでさ、さすがビビリちゃん、いいね、いいね。うわ、ちょっと、かけすぎ。はい。残すんじゃねえぞ。先月藤原くんの大暴走に出ていただいた百瀬ロアさん、こちらのね、萌えっ子という雑誌に、出ておりまして、 DVD 付きで、1773円プラス税なんで多分1950円ぐらい、 Amazon とかでも普通に買えます。私の告知はひらがなで含めて取り替えて、ね、で検索していただければみんなわかりますので、よろしくお願いします。私の SNS 各所もいろいろやってるんで、YouTube がね、あとね、18人で300人いきます。おお。結構ね、ハイペースでね。よろしくお願いします。ハバナイスへの YouTube チャンネル、痩せるためのお役立ち情報を発信の方しているので、ぜひぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。浅草の東洋館の定席に出させていただいておりますよって、ぜひ皆さんね、東京来たら浅草行かはって、ほんで浅草の東京の寄せ、浅草東洋館、ぜひおいでやす。今年もありがとうございました。今年も皆さんありがとうございました。来年もよろしくお願いしますね。バイバイ。はい、藤原くんの大暴走でした。また見てください。バイバイ。唐辛子の中身をですね、辛くない、パプリカに、入れ替えるということをダーッとね、パプリカをね、一応こんな感じで入れ替えは完了です。いや、実際は辛くないでしょ。うん、大丈夫、そりゃそうだ。
暗かったと思う。うん、いや、かなり頑張ったんじゃないかなと思った。OK ですかね。いただきます。実際ですね、辛いものを食べるといいことと悪いことがあります。メリットとデメリットがあるんですね。辛いものを食べるメリットとしては、血行が良くなるので代謝がアップしたりとか、あと冷え性改善の効果もありますね。あとは脂肪分解が促進されたり、あとは疲労回復効果もあるなんて言われます。これが辛いものを食べるメリットです。そして辛いものを食べるデメリットとしては、下痢になったりとか、あとは胃に刺激が入るので胃炎とか胃潰瘍になってしまうことがあります。なのでですね、辛いものを食べてもしね、下痢とか胃がムカムカするなっていう時には、ちょっと控え気味にした方がいいかなと思います。辛いは辛いです。一味唐辛子、さすが辛いは辛いです。だけど辛いの大好きっていう人からしてみれば、このように表情を変えずに食べることは可能かなという感じですけれども、辛いものを食べるメリット、代謝アップ、冷え性改善、脂肪分解、疲労回復と、そのようなメリットもあるので、辛いものは無理せずほどほどに楽しむのがよろしいのではないかと思います。では本編お楽しみに。その後コメント入ったかな。ミューちゃん映ってない。あれ、ああ本当だ、ごめんね。じゃあいるよ。じゃあライブショールームの皆さん、ありがとうございました。でこれで藤原くん、ここでさ、今こう映ってるじゃないですか、でこれで、これライブ終了、これを押したら、配信終了しますか。 OK にしたら、こっちから、さ、切断されましたって出るから、そしたらもう、こっちも終わってると、そういうことです。カメラとかも2台使ってますね。カメラはこれは中島さんのかな。あ、セコプロはそう。それは違う。オッケーオッケー。で、ちょっと待って、こっちも。これがカメラだから。ということでね、こちらの手間、手間もありがとうございます。みゆちゃん映ってない。みゆちゃん最後に映そうか。あれ映ったかな。バイバーイ。結局テープってこれだったの。はい。ということで皆さんね、今年も良い年を、よろしくお願いします。